はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。八景島闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、今日退院して4ヶ月が経ちました。ありがとうございます。やっとですね、何がやっとなんかわからないけど、まあ月日が経つのが早いもんでね、無事4ヶ月経つことができましたね。今日はね、その口に塗る薬が変わりましたよっていう話なんですけども、最初まあ退院して歯科口腔外科に行って、まあ口の GVHD 副作用、口の中のね、まあ、乾燥とかもそうですし、ただやってきてるっていう話があったんですけども、その薬が最初は粉末やったんですよ。で、まあその痛くなくなってきたところ、いや痛いじゃちゃうわ、痛いところが範囲が狭まってきたんで、次はクリームに変えましょうって言ってね、その話をしたんですけども、で、まあそれで口がまた痛い範囲が広がってきたからっていう風な感じになって、まあ先生に相談したら、まあ前回ね、その前、最近行った時に、最近通院した時に、まあ歯科口腔外科を受診する日じゃなかったんですけども、ちょっと問い合わせてもらったんですよ、こんな状態なんですとって言ったら、なんか粉末の方が調子良かったんですって言ったら、まあじゃあ戻していいですよって言われて、まあ処方してもらったんですけども、それがね、こういうのを使うんですよね、パフライザーってやつを使うんですけども、知ってる方はいてると思います。こういうスポイドみたいな感じ、パフパフするやつなんですけども、空気が出るやつなんですけどね、ここのピンクの部分を押さえて口に入れて、あーって入れるやつなんですけども、粉末粉カプセルを蓋を開けてここに入れて、で蓋を閉めて、ここの中にね、針が入ってるんですよ。でこれを刺して穴開けて、口の中にシュボ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 と風を送るように粉末を口の中に入れるという風に、まあその直接ね、患部に当てるように、痛いところに当てるようにする、やるそのやり方の方が、口は痛くいの、口が痛いのが収まってたんですよね。まあ、範囲が広かったんでそれで良かったんですけども、まあ、先生の指示だったんで、その塗り薬に変えてたんですけども、やっぱりこっちの方がいいってなったんで変えてもらいました。まあ、両方ともね、免疫抑制剤、まあ、ステロイドなんで、まあね、その拒絶反応を抑えてくれるやつなんで、まあ、良かったんですけどね。まあでもただでさえ口の中乾燥してるのに、また乾燥する、パサパサする日々が続くやないかいというわけなんですけどもね。まあでもこれ、まあ、クリームを押さえたんですけども、30分ねだけ置いたら水飲めたりご飯食べたりしていいよってことなんで、だからまあ朝と昼過ぎぐらいかな、夕方ぐらいかな、1日2回頑張ったらいいだけなんで、まあ、それでね、口の中も、まあ今日もやったんですけども、もう今痛みが抑えられてるんで、まあ結果的にまあ今のところいいかなと思います。で、そのなんで薬を粉から一回クリームに変えたかというと、あんまりこうもう大丈夫になってるところの範囲に余分に薬がつくとあんま良くないらしいんですよね、なんか知らんけど先生が言ってたのそうなんでしょう。良くないんで、もう傷口だけに塗りましょうっていうだけで処方されたんですけども、まあ、今こういう状態なんでまだ戻っておりますっていう感じですね。まあ口の乾燥するけど頑張って30分待って、そのルールに従って、まあね、口腔内のケアをしていきたいと思います。
まあ今日はそんな感じでした。最後に見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。